にちは、ゆんです。今日もメルTVの撮影があって事務所に来てるんですけど、1時間早く来て撮影部屋を借りて今これを撮らせていただいてます。はい、早速本題に入るんですけど、今日はツイッターとかでね、よく流れてくるプリクラがすごく可愛くて羨ましくって、ちょっとユンも久しくプリクラなんてもう何年撮ってないんだろうっていう感じで、まあ撮ってみたいなとか思ったり、まあ思わなかったり、いや思ってるんですけど。はい、ということで今日は一人でできるもん企画第2弾として一人でプリクラを撮りに行ってみたいと思います。それでは早速やっていきましょう。ひめくん、JK に戻りたい。はい、ってことで渋谷のね、センター街に来ました。いや、なんかこの街を一言で表すなら、ザ・パリピ。この街の中をね、一人でこうやって歩いてるユンを皆さん、称えていただきたい。ユンちゃん、ユンちゃん、あ、びっくりした。うん、びっくりした。はい、あ、いつもいつでも大丈夫ですか。終わりだ。皆さん、なんと今ね、渋谷を歩いてたらたまたまロッキキ君に会いました。おはようございます。さっきカメラ回ってない時、ユンちゃんとか言って、めっちゃありがとうございます。声かけていただきました。ちょっとすぐ気づいたわ。はじめましてですかね。はじめましてですね。よろしくお願いします。バリバリ楽しいわ。まあ編集で盛り上げてほしいことをバーッて盛り上げときます。ありがとうございます。まさかのありがとうございます。またいえいえ、ありがとうございます。仲良くしてください。びっくりしたね、びっくりした。ロッキー君がいました。急にあんな大物 YouTuber がユンの動画に出てくれて、みんなもびっくりしたと思うけど、ユンが一番びっくりしてます。はい、ということでね、企画を続行して一人でね、プリクラを撮りに行こうと思います。はい、ただいま一人でカメラに向かって喋ってる寂しい女です。はい、今ゲームセンターの前に着いたので、また中に入ったら撮ろうと思います。とりあえずね、事務所に戻ります。せーの。はい、とはこんな感じでね、一人でプリクラを撮りに行ってきました。どうでしたか。いや、ピンプリを撮ってみた感想としては、何これ、一人でも楽しいじゃんっていう感じでした。いや、この一人でできるもん企画を始めてから、結構一人でも何でも楽しめるじゃんって思って、すごい毎日楽しいです。あ、そうだ、よかったらみんなのプリクラのポーズとか盛り方とかおすすめがあったらコメント欄で教えてください。
はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。よかったら Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録の3点セットお願いします。以上、ゆんでした。それでは皆さん、今日も一日お疲れーション。バイバーイ。この前、きぬちゃんにメイクしてもらった時に、ほのかさんにアイライナー引いてた方が可愛いって言われたので、今日はアイラインを引いてみました。単純なんです、私。またな。